お馬さんたちの性癖を集めてみる、に対する視聴者の反応集。トーデュース。足毛好きであることが判明。足毛好きな馬ってやっぱ多いんだね。一般性癖。こいつ誰にでも馬っ気出してるイメージがあったけど特に足毛好きだったのか。まあ一般性癖らしいしな。足毛が特に好きなだけでオスメス全経路人間 OK だよ。すでに誰にでも人にでも馬っ気出すってバレた後で強いて言うなら足毛が好み程度な話されても。この一族大抵足毛好きだな。ハーツやジャスは疑惑をかけられただけだけども。守護倍入りしてなお牝馬に興味ないような馬もいる中で女の子にぶひるくらい性欲溢れてて小学生を名乗るのは厳しくね。でもともみっちも前川助手もノーザンの人も満場一致で小学生って言ってるんで。やっと中1。それかちょっとませてる小6、とも言われてるんですが。やっぱり小学生なのでは多分4月ぐらいの入学したての中学生ということで何とぞ。ともみち旧社で言われてるならまだしもノーザンファームの旧社長にまで言われてるのはよっぽどだな。ドバイでご立派していたのってなんでだろ。日本でも草案所でよく馬っ気出してるらしい。先生も収めるのに手慣れてたしよくあるんじゃない。確か草案所あたりでお牝馬の残りがに当てられたみたいな話はあったかな。日本よりちょっと環境も違ってそういうのに敏感になってたかも。オーエンブレムが初めてのお姉さんを忘れられなくて小柄クリゲフェチになった話はよく聞くけど、他に性癖エピソードがある馬は誰がいる？初めての相手で小柄でおとなしい合法ロリお姉さんなんて壊れるのも仕方ないんだ。オーエンブレムのすり替え前担当する牝馬はクリックヒアちゃん。彼女と同じくらい愛した牝馬はアズサユミ。どちらも黒影無地小柄なおとなしい牝馬なのであいつの本当の好みはこっち。アメリカ帰って病気持ちじゃないかチェックするためにやれってされたのも拒否してロストボールしたからな。憧れのウォッカお姉様がいなくなって大暴れするレッドディザイアちゃん。ウォッカのポスターを貼ったらおとなしくなったレッドディザイアちゃん。ウォッカもレッドディザイアがいなくなったら落ち着かなかったから相思相愛。現役中は、牝馬？女なんて興味ねえぞ。だったけど引退してからは、鬱憤いたねづけだたねづけだ。って感じで積極的だった捨て子さん。うまっ気は出さないけど異形厩舎の牝馬がよその厩舎のボバにちょっかいかけたらめちゃくちゃ怒るタイプだった模様。〇〇が好きはよく聞くけど〇〇が嫌いはあと何がある？東証ボーイは黒影の牝馬と体の細い牝馬が好みでなかったと聞いたことがある。晩年にどんどんその傾向が見受けられたと聞いた。そしてブレない初物が好き。CB は足毛相手だといつもよりハロン棒の張りがあると聞いたことある。縛られるの好きなのいたよな。ファントムシーフのことかな。どういう仕組みなの？リラックスできるとかなのかな？気の強い牝馬が好きで蹴られると燃える当て馬の子の話を見たことある。カツラギエースは目の下が性感帯であることを地上波でバラされた。バラされたのは優秀の記事提起。トリビアの泉の画像はこら。種付け前に牝馬のお尻スリスリしてうっとりする時間、1時間コース、が必要な守護馬と書いた気がする。スノードラゴン師匠だな。海外の結構有名な守護馬でガリガリで土で体を汚した牝馬じゃないと興奮しないってやつを昔本で読んで、馬にもかわいそうじゃないと抜けない、ってやついるんやって思ったんだよ。牝馬に土をかけるとボバのやる気がアップするという話は日本でも聞いたことがある。北海道までの輸送リスクのある熟女のお相手が多い青森の救世主バリちゃん。足毛の相手が来るとやる気が違うとバラされる。大和メジャーはとにかくウォッカに興奮。アミアミ起きたウォッカに大和メジャーは興奮してた。妹のライバルに興奮するなんて、そんな。愛する人欧州の伊達男どもに奪われたメジャー兄貴に悲しき過去。ギムレットと大和メジャーは隣の放牧地になってたこともあるな。バビット、中山フェスタ3区の重賞馬、オス、の好みは足毛のボバだ。足毛、じゃなくて足毛の、ボバ、指定入ってるのめんどくさくて草。足毛フェチは反応不足だったが最近の定説なジャスタウェイ。最初はディープブリランテに威嚇されて足毛2頭の方に寄ってただけみたいね。慣れた後は、威嚇を気にせずブリランテ眺めたりするようにもなったし。黒船やキャプテンプーレに懐いたりといろいろ足毛バトコネタが続いたから。こいつ足毛好きなのかな？オアゴルシと話されて寂しかったのか？って微笑ましい話題だったと思う。ボバ牝馬問わず足毛なら大興奮しちゃうダノンスイッチ。デビュー戦で真っ白な誘導馬が来たらそれはそれは興奮していななきまくっていたという。
隣の馬房にダノンハーロックが来たことにより大興奮したガチの白い馬フェチくんやん。スペ、クリゲ嫌い。なんでクリゲ嫌いなんや？スペシャルウィークの馬房の前にいたグラスの息子のスクリーンヒーローは平気で、クリゲすべてがダメなわけじゃない様子。赤っぽいクリゲが NG みたい。スクリーンヒーロー自体はクリゲ、特に赤っぽいの、大好きで、はじめローエングリーンにラブコール送ってたけどこっぴどく振られたという昔のサラブレの記事が載ってた。その後優しくしてくれたおっとりしたテンバーカントリーさんに懐きに懐いたらしい。こいつら全員ボバだよな。